フェラーリ会399は、スクーデリアフェラーリが1999年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラ1カー。ロス・ブラウンとロリーバーンが設計し、1999年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。フェラーリとしてのコードナンバーは650。F399 は、 フェラーリ3リッターエンジンを搭載した1999年仕様から取られた。1998年シーズンはグッドイヤータイヤを使用していたが、グッドイヤーの撤退に伴ってブリジストンに変更した。F399 はタイヤの変更に対応するように改良された。F399 の設計は F300 の影響が大きいもののリアサスペンションは 新しいトーションバースプリングを組み込んだものとなり、ホイールベースは約 100mm 延長された。しかしエースドライバーのミハエル・シューマッハが第8戦イギリスグランプリで大クラッシュし足を骨折しばらく欠場を余儀なくされたため、チームは1999年のタイトルを早々に諦めて F399 の風洞開発を停止。 翌年の F1 から2000の開発に注力することを決断する。また、様々な改良パーツが使用され、真夏のレースで排熱を重視すると、空力的に悪くなるという悪循環にはまり、一度投入したパーツを以前のものに変えるなど、その影響なのかドタバタしていた面もあった。だが、信頼性と安定性が重視された結果、 全レースの決勝ラップの93%を走破する信頼性を発揮。その結果、ライバルのマクラーレン MP4 から14に比べ、優勝した回数では一歩及ばないが、表彰台と入賞した回数では上回っており、コンストラクターズタイトルを獲得したマシンとなった。ドリーバーンは F399 こそがその後のフェラーリ界一の基礎になったと語る。 毎年新しい車作りに取り掛かろうとするたび、私は F399 のことを思い返す。すべてのベースはあそこにあるんだ。以降の車たちは、その進化型だと言っていい。開幕戦は、エディ・アーバインが制した。第3、4戦は、ミハエル・シューマッハが連勝。第6戦カナダ GP では、ポールポジションからスタートするも、トップ走行中に、 最終試験にクラッシュしてリタイア。この時点でシューマッハは未果発起年の選考を許し4点差で選手権2位だった。第8戦イギリス GP でアクシデントが発生する。スタートするもグリッド上で立ち往生したマシンがいたため赤旗によってレース中断となった。しかしそれを知らされなかったシューマッハは高速のハンガーストレートから続く。 ストーコーナーで前方のアーバインのインに入ったが、十分に減速することができずにストーコーナーを飛び出し、タイヤバリアにノーズから一直線に突き刺さった。この事故が元でシューマッハは右足を骨折してしまい、タイトル争いから離脱した。代わってカーナンバー3のマシンに乗ったのはミカサロだった。序盤に BAR から参戦出走していただけだったが、 シューマッハが復帰するまでステアリングを握ることとなった。シューマッハの戦線離脱により、大ジエースドライバーの立場となったアーバインは、第9、10戦と連勝。タイトル争いは白熱していく。8記年のリタイアの回数は、アーバインより多く、第13戦、イタリア GP 終了時についに60ポイントの同点となった。F399 のディフレクター、そして第15戦から、 復帰したシューマッハは、同僚アーバインをサポート。ポールポジションを獲得し、レース中にアーバインを先行させた後は、ハッキネンをブロック。フェラーリの1から2を飾った。しかし、レース後の車検で、マシンのディフレクターに規定違反との裁定が下り、フェラーリの2台は失格。3位のハッキネンが、繰り上がりの優勝で、ハッキネンの1999年。 ワールドチャンピオン決定と一度は決まった。しかし、ジャントットラ首脳陣の抗議によって、後日裁定が覆り、該当部分の寸法は、誤差の範囲内であったとして、元の順位に戻り、最終戦はアーバインの4ポイントリードで臨むことになった。最終戦日本 GP は、ポールにシューマッハ、2位の発揮年が並んだ。アーバインは5位と出遅れてしまう。スタート時に、 シューマッハは通行のホイールスピン。結局、発起年を捉えることができず、1位、発起年2位、シューマッハ3位アーバインでチェッカーを受けた。アーバインは2ポイント差で、ランキング2位でシーズンを終えた。しかし、年間を通して、ライバルのマクラーレン陣営に対して信頼性に勝ったことで、1983年以来のコンストラクターズチャンピオンを獲得した。 1999年カナダ GP でミハイル・シューマッハがドライブする F399。ありがとうございます。